犬飼強は1855年に誕生。1875年に慶応義塾に入り、1882年に立憲改進党に参加します。1898年、犬飼は文部大臣となりますが、内部の争いにより内閣が4ヶ月で倒れます。1912年、五憲運動が起きると、その先頭に立ち、憲政の神様と呼ばれるようになります。1931年、 内閣総理大臣になった犬飼でしたが政治に不満を持つ軍部により暗殺されてしまいました。